なんかね、一人ずつの文字がね、でかくなった気がするんだよね。変わったよね。絶対変わってる。この2日間だけだけどね、やってないの。9月から変わったんかな。分かんないけど。なんかちっちゃいのかな、細いのかなになってる。こんばんは。そうそう、広くなってるの、一人分が。あー、なんかギフトも変わってる。ハートありがとうございます。あー、栗、栗のギフトありがとうございます。セブンの芋アイス、スナーも食べて、美味しかった。芋アイス、なんだこれ。あ、栗か、栗だ、同じ栗だ、でもちょっと違う栗。ありがとうございます。サイン会の生写真届いたよ。あー、皆さんのところに無事届きましたでしょうか。本当に応募してくださった方ありがとうございました。サインも手形も。こんばんは。芋のギフトね、本当だね、できてほしい。ひるこさんのさつまいも味、そう、それね、なんかネットで見た情報だけ、買ってないけど。こんばんは。え、本当ですか？ゆずぽさん、ガチですか？ガチ。今ショールームやってらっしゃいますよね。今日は割と涼しいかも。今日今ね、クーラーつけてないんですよ。妹？違う？いつもとね、メイクは変えてないんですけど、コンタクトしてるからかな、わかんない。コンタクトはしてるんですよ、今日珍しく。そうそうそう、なんかいつもメガネで過ごしてるんですけど、今日はつけた。こんばんは。確かにムシムシする、めちゃめちゃ。あと気圧がちょっとって感じ。気圧に弱い。うん、えら、筋トレ。私も昨日やったよ、夜。今日も頑張る。ミスドのドーナツ、親にあげました。親にあげたの？食べた？自分は食べた。スヌーピーの一番くじってどこでやってるんですか？前髪は今伸ばしてるけど、多分お仕事始まったら切ります。こんばんは、ビギナさん。こんばんは。
も湿気でね、すぐ前髪ぴちゃんこなっちゃうから、外出たら。うん、クリありがとうございます。今日は1時間くらい行きますね。まだね、夜ご飯食べてないです。あの変な時間にね、お昼ご飯を食べてしまったから。今日のコップはディズニー、お気に入り。これ、あ、これ私のじゃないのか。筋トレ方法は分かりません。分かんない、教えてほしい逆に。私が起床はいつも昼過ぎです。昼過ぎか11時台。それはいつものことなんですよ。なんかね、最近なんか、まあ、結構そういう鍛えてる人とかね、あの女の人でさ、結構いるじゃないですか。結構流行ってるっていうのかな、今ジム行く人も多いし。お腹のさ、腹斜筋、腹斜筋がさ、スッて入ってる人、めっちゃ綺麗だなと思って。合ってる、ここの筋肉、お腹の。そうで、昨日調べてた。腹斜筋なんかもう腹筋がこう、まあ割れてる、まあ、あんま女、なんだろうな、女の人で割れてる人は分かんないけど、この腹斜筋っていうね、線が入ってる人がすごいなって、まあ、割る方がと、まあ、もっと難しいと思うんですけど。クリありがとうございます。そういう女の人すごいなと思う。あ、リップ倒した。やっぱまだお仕事中の方とか多いですよね。お仕事中に見てる方もいるかもしれないけど。でも暑いね。うん、まだ暑いっちゃ暑い。ボディービル部なんかあるの？あ、お休みでした。いいですね。お休みの方もいる。あ、仕事中の方もいる。仕事終わった方もいますね。コンテナってなんだろう。コンテナ、
お疲れ様です。あ、電車の中気をつけてください。休日出勤お疲れ様です。あ、夜ご飯食べて、いいね。なるほど、シーマーケース。パルムのほうじ茶味食べましたか？食べました。そう、あれ箱ですよね、箱の、大きい箱のサイズのやつですよ。嬉しい。ゆずぽさん、ミルクレアって美味しいのかな。美味しいですよ、めっちゃ美味しかったけど、けどっていうか、結構溶けやすいらしい。だから、溶けやすい見つからない。いや、私めっちゃ見つけるけど、あれスーパーなら絶対売ってる気がする。すごい少ないし本当にめっちゃ悔しいですよ。試し豆登録しました、ありがとうございます。アイスソムリエ的に何点でしたか？え、めっちゃ美味しかったです。もう、あのポーチ茶は100点100点、120点ぐらい美味しかった。なんか抹茶とかさ、ほうじ茶ってまあ甘いやつもあるじゃないですか。なんだろう、作った感じのほうじ茶みたいな、あれはめっちゃなんかお茶の味がちゃんとしたからすごい美味しかったです。コンビニではね、見たことないかもしれない、わかんないな。めっちゃ高得点でしょ、本当にね、ガチ高得点やね。玄米茶、玄米茶あんま飲まないかな。水飲むお茶より水飲む。ハートありがとうございます。ちょうどいいサイズだしね、箱で入ってて。でもあれの大きいのがあったら嬉しいなって感じだけど、スーパーには売ってるはずです。私はスーパーで何回か見かけました。あ、嬉しい、トートバッグナイスソムリ。あと何食べたかな、アイス最近。麦茶好き、夏といったら麦茶だよね。麦茶も好きです。なんか美味しい麦茶だっけ、あのなんかなんだっけ、おいしい麦茶ってやつが好き、一番。あ、でも一番好きなのは爽健麦茶だ。爽健麦茶しか勝たんよ爽健麦茶が一番好き。ほうじ茶とかもうそれよりも一番爽健麦茶が好き。でも私的に爽健麦茶も、まあんまり普段買わないから、コンビニ行って爽健麦茶買おうとかならないから、爽健麦茶買う時ってなんか旅行行った時なんですよ、私の中でね。その中でなんか旅行行った時に、そのお水じゃ飲み物を買う時に爽健麦茶を買うの、いつも。だから
そうケミちゃん飲むとすごいなんか幸せな気持ちになるんですよね。そうなんか今から旅行行くみたいな気分になる。新幹線とかで飲んでた。なんかね旅行行くと水じゃないの選ぶんだよね。そうケミちゃんか意外と飲んでないよねみんな。そうなんかそうけんびちゃんあディズニーとかディズニーとか行ってさそうけんび茶が売ってるんじゃないですか。自動販売機にそうけんび茶が売ってて、お水は確かね自動販売機には売ってないのかな。そのディズニーパッケージのそうけんび茶とかコカ・コーラとかそういうのがこう自動販売機にあってディズニーの中のそれで飲んでたってのもあるかも。ディズニー行くともう喉乾いて喉乾いてしょうがないからさ、夏のディズニーとかねもうめっちゃ買ってた。だからもったいないなって思いながらも。おいしい。炭酸水の人気が上がってるし、そうそうそう私の家もこう炭酸水とこの前あの話したんですけどミチョっていうお酢のなんかやつがあってそう割るんですよ炭酸水で。それがめっちゃ好きでそう私もめっちゃ買う炭酸水。なんか逆にこうすぐなくなっちゃうから、大きいやつ大きいペットボトルに使ってもすぐなくなるから、なんか炭酸水を作れる機械って売ってるじゃないですか普通の水から。あれ欲しいの。そうそう炭酸水メーカーあれめっちゃ欲しいけど買ってないあれ欲しいんだよね。いくらするんだろうな。あれなんかもったいないなと思ってきて、あ味の味なしは私もきついから、みちょっていうお酢のやつではで飲むのが好き。惜しい。なんかもったいないんだよね。もったいないしすぐなくなるから、あの飲もうと思って家になかった時のあのテンションテンション下がりまくり。あ、今日の服さ、ファンの人にいただいたセットアップなんだよね。これ下もズボンみたいなやつで完全部屋着なんだけど、これ使ってます。スヌーピーありがとうございます。送ってくださった方、セットアップになってるやつ。そう欲しい時にさないの辛いか。カントリーマームの焼き芋？見たことないな。筋トレの話はちょっと前ですねもう終わっちゃいました。こんばんは。本当ありがとうございます。です、ありがとうございます。ハートクリありがとうございます。うん、衣替え、わかんないな、いつ頃してんだろう。決めてないか、自然と服変わってるみたいな。
最近お気に入りの料理とても美味しそうだった。そう、あれ好きなの。なんかお母さんがネットで見つけたやつらしくて、そう、美味しいよ。簡単だしね、ほんと全部混ぜて、あの形作って、そうハンバーグみたいになんかこう手でさこうやってやって、あの焼くだけです。ハートありがとうございます。アルマハートありがとうございます。そう、お母さんから教わりました、あの料理。最近めっちゃ料理作ってるっていうか手伝ってます、結構。うん、家でまあずっと食べてるから、家のご飯手伝ってます。しらす入ってない、カニカマは入ってる。誰もありがとうございます。料理は好きです。今のうちにね覚えときなって言われて、あの教えてもらってやりました。毎日弁当作らないといけない、弁当は大変だ。芋料理はしたことないかな。うん。お料理はしたこと。クリありがとうございます。9月からはお弁昼をお弁当に生活に変えた。でもさ、お弁当生活の方が絶対あれですよね、健康じゃない。コンビニもいいけどさ、やっぱお弁当健康だよね。大変だけどね、作る。アイスメーカー、あ、なんか昔私もアイスメーカーあったかも。全然作れなかった記憶しかない。大失敗した記憶ある。天ぷらはちょっと油跳ねが嫌なのでやらないし、スイートポテトも作ったことないかも。なんかもうそのまま食べちゃいたいってなっちゃう。こんばんは。朝は人参リンゴジュース飲んでる。あ、いいね、栄養栄養。お仕事お疲れ様です。テレワークだらけで職業は激減してるかも。激減あれですよね、外食行っちゃうとね結構金使うからね。私も外食なんかもう何日もしてない、何週間もしてない。あー、未だにホットサンドメーカー欲しいのに買ってないです。同じ、多分あの自粛期間の時から私欲しいって言ってて、結局買わずに1年以上経ちました。家でローライスくらい使わないです。わかる、あれ楽しそう。弁当は毎日家族全員作ってます。えらい、すごい、全員か。私はもう自分の分しか作ったことないから。お弁当作るのは全然嫌いじゃなかったと思う。結構自分で作ってました、あのあれバイトの時は。学校は
全部作ってもらってたんだけど、バイトするようになったから自分で全部作ってた。でも楽しく作ってた。でも全く嫌とか思わなかった。たまに天一行きたくならない？私ラーメンってほんと食べたくなるの、ほんと半年に1回とか月年に1回ぐらいなんです。ほんとにラーメン欲あんまりなくて。そうなの。アイスの方が食べたいかな、ラーメンより。自炊ね、私も一人暮らししたことないからさ、さがにわかんないけど。でもあれだよね、家だったらさ、なんとなくさ材料揃っちゃってるからさ、あ、じゃあこれとこれで作ろうってなるけど、自炊だったら全部自分で一から買いに行かなきゃいけないし、調味料もないのあるかもしれないし。こんばんは。甘党だよ、めちゃめちゃ甘党。私怖いぐらい。まあ甘いの苦手っていう人の方が私は羨ましいです。フルーツサンド作ってみるの、あのいいね。フルーツサンド手作りで作るのいいな。フルーツサンド好きなんですよね。買うとね結構値段するから。あ、でもフルーツ高いからね、買っても作っても一緒かな。あー確かに、いっぺんに切れるとね、気づいたら切れてそう。一人暮らしだったら普通に何家族で一個使ってたらすぐなくなるけどさ。こんばんは。女の子で前苦手な子いますね。うん、いるいるいる、全然いると思う。私はもう絶対甘党ですね。糖分補給に毎日1箱チョコボールを食べて。いいですね。チョコボール食べてないかも。今年入って食べてない思うし、最後に食べたのいつってぐらい。いいですね。これありがとうございます。お醤油か、ほんとお醤油ってさ、ほんとちょっとでさいいですよね。お寿司とか食べるときもさ、そんな使わないし。でも一人暮らししてみたいって思うのは今だけかな、もしかしたら。したらしたら大変そうだけどね、家事とかあるから。あーパスタか、確かに簡単だもんね。パスタ茹でてソースかけて終わりでしょ。で美味しいからね。今夜は鶏のトマト煮でも作ります。いいね、鶏のトマト煮いいな。お皿洗うのが大変。私もね、お皿洗うの苦手。一番苦手かもしんない、お皿洗い。手ぶらした時に部屋で絶対あったしも。なんだろうな、お部屋の中か。
あれだよね、自動ロボット掃除機みたいなのあったら最高だよ。洗濯もね大変よ。一人暮らしだったな。あとなんだ、洗濯、お皿洗い、まあ掃除もしなきゃいけないし、まあ全然する予定ないけど。ロフトとか憧れるわ。掃除はね、気合が入ったらめっちゃするんだけど、気合が入るまでめちゃめちゃ時間かかるか。部屋の模様替えね、まだ途中なんだけど、でも家具が変わっただけですごいいい感じになりました。セキュリティ大事ですね。大事。チロルちゃん始めるの、チロルちゃんは辛いだかな。チロルちゃんはお家かな、実家かな。もしもの話だけどね、さすがに連れていけないな。私あんまり、私一番懐いてるのはお母さんなので、私にはあんまり懐いてないです。そんなもんですよ。こんばんは。さっきも犬たちは私の方を一切見向きもしないんです。お母さん追ってるんですよ、ずっとこうやって。やっぱね、お散歩とか、お散歩したら懐きますよ。無理だけど、こんばんは。あ、餌あげるのも大事。大事ですね。なんで一人暮らしする予定は全くないんですけど、順番制じゃないです。順番は決めてない。まあそれぞれね、いつ家にいるか分かんないし。こんばんは。なんかあげないんじゃなくて欲しがらないんですよ、私がいるときは。そうそうそう、だいたいさ夕方ぐらいになったら欲しがるんですけど、私が いるのに全然欲しがらなくて、例えばお母さんが夕方ぐらいに帰ってきたら欲しがるんですね。そうだから、そうだから、あげる権利も与えてもらえないみたいな、そんな感じなんですよ。
こんばんは。そう。そう、全然欲しがらないの。あげるの、あげたことないわけじゃないです。もちろんね、たまにはあげるんですよ。たまに欲しがる時もあるんだけど、なんか大体はあのお母さんが帰ってきたら欲しがるみたいな。よ、お、いたやんみたいな。ずっといたけどと思って。ね、ずっとさ家にいるのにさ。なんでしょうかね。そうなんですよ。うん、もう作ったんですか。早っ。でも散歩が一番大事かな。散歩に行けば好かれます。絶対に。犬はね、猫ちゃんは分からないけど。私のレシピっていうよりかはお母さんなんですけど、また作ったら載せますね、料理ご飯。時々散歩なのに抱っこされてるワンちゃん見かける。それ一日かもしれないですね。チロルちゃんは本当に途中で疲れちゃってやめるんですよ散歩。もう動かないの。もうここの状態から動かないんで絶対に。だから仕方なくこう片手でこう抱っこしてチョコをこう持ってみたいな。ワンちゃん私ですねそれ。私んちの犬かもしれない。いるのかな、まあ、たまに見かけるけど。あ、そう、チロルちゃんはまだ軽いから、そう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 いいんですよ。あ、全然若い方。若い方です。チロルはチョコちゃんの方が年配の方。自転車の前のカゴに乗って散歩っていうのかな。クリアありがとうございます。そう、疲れちゃうみたい。上の子の方が元気っていう。さ、風感じてるだけ。間違いない。アイスありがとうございます。大型犬の子はさすがに無理だな。中型犬も厳しいよね。
かんない、自分はちっちゃいからどうだったんだろうね。犬って車わかるもんね、すごいよね。帰ってきたらさ吠えて、そうそうそう、わかってるから。まあたまに間違えるんですけど、隣の家とかだったりもするけど。ハートありがとうございます。パグ、パグかわいいよね、めっちゃわかる。パグかわいい。私小型犬も好きなんですけど、大型犬の犬も好きで、こうなんだろう、ガチッ、なんて言うんですか、ガチってしてる感じが好きなんです。なんか大型犬の、大型犬、うん、なんて言ったらいいんだろう。大型犬もちっちゃくて可愛いんですけど、大型犬も大きくて可愛いんだよ。だからペットショップとか行って大型犬見るの好きなんです。なんかこの前めっちゃ可愛い犬がいて、この前っていうかだいぶ前か、あのペットショップ屋さんにすっごい可愛い犬がいたんですよ。なんか目の色が特徴的で、でその、な、何週間後かに、まあ、もう一回行ったらいなくて、そう売れちゃったんですよね。やっぱ可愛かったもん。ちょっと大きめの子だったんですけど、そう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 、まだまだこれから大きくなれそうだなって感じの子だったけど、めっちゃ可愛かった。うちの犬が世界一。まあね、でも結局さ同じような犬見ちゃうよね。私の家だったらブラックタンのチワワなんですけど、2匹とも同じ顔してるんですよ。同じ犬種で、そう、犬種ね忘れちゃった。結構難しい名前だったんですよ。いくらだったかな。でももう年々さ、ね、何、結構ペットショップ屋さんにさちっちゃい頃からこう連れてってもらってたからさ、その時の相場とか覚えてるんよ。そう、それで見たらさめっちゃ高いなと思って、今めっちゃ相場上がってますよね。犬とか。高いなって思っちゃう。めっちゃ高くなってると思って、そう、昔よりちょっと現実的なところも見ちゃうよね。でもさやっぱ今需要が高いのかさ需要が高いのかさ、結構もう買いますみたいな、何、ご家族の方とか結構、前は意外とさペットショップ見る人だけが多かったりしたけどさ、なんか買う感じになってる人3組ぐらい見るんだよね、毎回行くと。買うんだと思って、でそこでなんかちっちゃい子犬とか抱っこしてたら見ちゃう、ガン見しちゃう、持ってこう持ってるところをガン見しちゃう、かわいいと。めっちゃ観察してるよ。この人何か、何の、どの犬飼おうとしてんだろうとか見てる。で、あ、それか可愛いもんねって思ってる、心の中で。ね、需要増えてるよね絶対。
いいことなんだけどさ。ペットショップしか見に行ったことがないかな。ハムスターを買おうか迷ってます。ハムスターも可愛いよね。けんです。ありがとうございます。こんばんは。ハム太郎って名前にしますか。買ったらぜひ。ハム太郎か。なんだっけ。名前忘れちゃった。なんだっけ。ハム太郎か。忘れちゃったな。大将くんだっけ。あれですよ、ね、結構なんていうんですか、怖めのハム太郎。メンバーリボンちゃんもいたよね。リボンちゃん、あ、そうそう、ヘルメットかぶってる子の名前が今思い出さない。ずっとハム太郎のなんかなんて言うんですか、お弁当包むやつとかずっとハム太郎とか使ってた。あ、大将くんだった。懐かしいハム太郎。熱っ熱っ。今は犬しか飼ってないです。ペットは本当はね、いっぱい飼いたいんですけど、まあまあまあ難しいので。でも動物は本当に好きなので、時間があれば、うん、動物園よりか水族館の方が好きなんですよ。だからまあ生き物好きなんで、時間があればいろんなところの水族館に行ってみたいですね。
そう、水族館好きなの。動物園も好きなんで、動物園も可愛いんだけど水族館の方が好きで。そうなの。しかも今の水族館だとさ、なんだろうな、あれ結構、まあ、今ないか、触れ合えたりとかする場所多いじゃないですか。そういうとこいいですよね。魚見るのも好きだし、昆虫なんていうんだっけ、昆虫系見るのも好きだし、あ、ドクターフィッシュ好き、めっちゃ好き、好きだったな、ドクターフィッシュ。くすぐったいけど面白いですよね。アクアトトは行ったことない。カブトムシとクワガタの違いが分かんない。カエル触れると思います、多分。名古屋港といったらマジで人で人で触りまくってた。いいですよね、いろんなところにあるからさ、行ってみたい。クラゲ水族館本当に名古屋港は何回行ったかなってぐらい結構行ってます。そう、カワウソもいるし、本当にいっぱい癒される、めちゃめちゃ。今度のやつ宮ヶ島動物園行こうかと思ってます。いいね。鳥羽水族館も行ったことありますよ。ショーはなるべく見たい派。名古屋港だったら絶対見てた、いつも。でちっちゃい頃は前の方行って、もうあの係に行ってた、水水を絶対係に行ってた。海遊館はないですね。海遊館ないか。チラ見もない。チラ見のストラップはもらったことあるけどお土産で。何、ジンベエザメもらいました。本当に可愛いから、カワウソは本当にペットショップにねいてほしいぐらいなんですけど、水族館に行かないと会えないんでね。え、会えないですよ。まあ売ってるところもあるの。年パスね、年パス買ってもいいレベル、近くにある。
近くなった。こんばんは。なんか前ね、水族館に行った時にガチャガチャがあったんです。結構私ガチャガチャ、まあ、そういうところではやりたい人なんですけど、やろうと思ってカワウソ狙いでね、6種類ぐらいかなあって、でもうカワウソゼロと思って、お金入れるじゃないですか、回したんですよ。それ出てこなくて、ガチャガチャあれってなって、そう、何回やっても出てこないの。ちゃんと入れたんですよ、お金で。あ、じゃあもう一回やろうと思って、お釣り押すじゃないですか、お釣りも出てこないんですね。あ、だからお金だけ吸い取られちゃってやばいと思って、回してもできなくて、そう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 、それであのお店、そのところの方呼んで、そう、ちょっとなんか詰まっちゃったのか、なんかできなくて話したら、そう、こう開けてくれて、そう、それでしたら、なんか欲しいのありましたかって言われて、そう、それで、あ、カワウソ、カワウソ欲しくてみたいな、そう言ったらカワウソのやつもらえて、そう、めちゃめちゃラッキーだった。ワンチャン選ばせてもらえるかなとかちょっと思ってたけど、でめっちゃ嬉しかった。でもしかもまさか壊れてるっていう、そんなめったにガチャガチャ壊れるに遭遇したことないんですけど、ダメですよ、使うとかダメ、作戦はダメですよちゃんとちゃんとね、まあ、もし本当にたまたま壊れたらしょうがないけど、でもさ、こうドキドキ感もね、まあ普通にやった方がドキ感も確かにあったんだけど、まあしょうがないですね、壊れちゃったか。ガチャガチャって楽しいですよね。あんまりやらないけどさ、普段なんかそういうところで、なんか水族館とかでやるガチャガチャとかクレーンゲームとかめっちゃ楽しいからやっちゃう。なんか普通だったらいらないかなって思うものでもやっちゃう、うん、その場のノリみたいな。ガチャガチャのカワウソ前にエキスポで拾ったん、どういうやつかな、エキスポ、100円はあんまないよね、私のも300円ぐらいだったかな。なんか昔吹奏楽入ってた時に
吹奏楽のガチャガチャがあるんですよ、楽器の。そうそう、それのホルンが欲しくて、めっちゃなんか探し回ってたんですけど結局なかったんですよ。あったとしてもホルンが出るかわからないんですけど、ずっとそれ探してた覚えがある。なんかショッピングモールとか行ってガチャガチャ一個ずつこう見回ってた思い出。結局なんかねなかったからね、ホルンのストラップをね買ったんですよね。そう、電子辞書につけてる。電子辞書なんかも使わないんだけど、なんかそこにつけてる今も。電子辞書使ったかな高校で。なんか吹奏楽の方はね分かると思うんですよ、ね、分かんない、うん、多分分かると思う。めっちゃ流行ってた、それが。なんか懐かしい、リトルチャラ懐かしすぎる。リトルチャラ懐かしいな、可愛かったな。リトルチャラも私も見てました、リトルチャラ懐かしい。今はもうね、そのストラップゲットしちゃったから、それゲットしたら満足しちゃった。リトルチャラって知ってますか、あの英語のさ犬英語のなんて言ったらいいんですか、英語の犬です。そう、リトルチャラ、英語の犬って英語の犬しかないから、英語教えてくれる犬みたいな。調べてみてください一回可愛いの。そう、それが流行ったっていうか有名だったんですよ。なんか私も英語は全然見てなかった、物語がを見てました。知らない、私たちの時に流行ったのかな。なんかもう誰でも知ってるかと思ってた。調べてみてください可愛いから。こんばんは。じゃあ、あとちょっとしたら終わりますね。こんばんは。わかんない、今日なんだろうね、聞いてないな、今日は聞いてない、うん、明日わかんない。
またやるときはメールしますね。花ドック、花ドックみたいなキャラ、どういうこと、どういうこと。そういう、もう8時過ぎて、今日作る、いやもう作ってる、わかんない、作ってなかったら手伝うけど。2008年か、私が2006歳、何歳で見てたの。髪の毛伸びた。よく言ってるけど髪の毛伸びたかな。作ったら写真撮りますね、送ります。よし、じゃあランキング読んで今日の配信は終わりにしたいと思います。結構長いよ、伸ばそう。じゃあ今日も皆さん配信ありがとうございました。見てくださって、お仕事中の方も終わった方もありがとうございました。じゃあ読みます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。またやるので皆さん待っててください。メールしますね、やる日は。ありがとうございました。今日もあ、お疲れ、ありがとうございます。筋トレできました？よかった。じゃあ皆さん今日も一日お疲れ様でした。また今度、バイバーイ、おやすみなさい、またやりますね、バイバーイ、おやすみ。